はいみなさんこんにちは。設備工学へようこそ。この動画では空気ン図からわかる顕熱、潜熱について見ていきたいと思います。顕熱は温度変化に伴う、えー、と熱の増減です。で、潜熱は湿度変化に伴う、えー、エネルギーの増減のことです。それでは空気ズあ、空気栓図を見るための画面共有していきます。 はい、えー、それではですね、この空気線図、ざっくりとした空気線図の図です。この縦軸、横軸は、えー、横軸、縦軸はそれぞれ温度とその空気が持てる水の量を示しています。で、カーブが相対湿度で、斜めの線がエネルギーです。はい、横軸が温度、縦軸が水の量。そして、斜めの線が相対湿度で、えー、あ カーブの線が相対湿度で斜めの線がエネルギーを示しています。で、今回はエネルギーに着目しますので、一回相対湿度には消えてもらいます。で、まずこの30度40%の空気があったとします。それを20度70%で変更する場合、<laughs> これは温度の変化なので、顕熱の変化なんですね。これを斜めに書いたエネルギーの線で見てみます。 すると、えー、30度から20度に変化しました。その時の空気の中に入っている水の量は変わりません。で、この30度から20度に移るというのがこの潜熱の移動のことです。で、えー、エネルギー量で言えば60キロジュールパーキログラムドライヤー60ジュールからキロジュールから40キロジュールに潜、えー、熱は移動してます。あの変化しています。 熱量が下がってるんですね。でこの横方向は温度というのは、えー、温度で、えー、その変化というのは顕熱でも表すことができるんですけどもでは次に湿度を見てみます。湿度の変化は、えー、鮮,熱な変化鮮熱の変化です。千熱の変化は温度が一緒でその空気が持ってる水の量が変わってる状態ですね。 40%から80%になった場合は、先熱がおよそ6 0ールから8 0ールまで、またこれは2 0ールぐらい、えー、エネルギーが多くなります。つまり、このエネルギーを増やす、あの水の量を増やすというのには、先熱が2 0キロジュール分だけエネルギーが増えてしまうという状態なんですね。で、温度を30度から20度に変えるというのは、 検熱、ととしてエネルギーが二重だけ変化するという状態を栓熱,熱っていうのはエアコンや、えーまあ、その他諸々暖房器具、冷房器具で変化させるものなんですけれどもそれを、えー、どれくらいエネルギー使っているのかっていうのはこの空気線図での動きでざっくりと見ることができます。はい、それでですね、えー、この動画では検熱、潜熱を空気線図で表すとどうなるか。 というのを、えー、紹介しました。復習しますと、潜熱、潜熱はこの斜めの非エンタルピーというようなエネルギーの図でえっ、ー、と求めることができます。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。